さんの声。聞こえてますか？聞こえてるけど、なんなん？聞こえてますか？はい、OK。なんて言ったん今。じゃあ、確認取っていいですか？はい。A ちゃん。はい。C ちゃん、はい。かわいい。はい。はーい。デブラ団長。はーい。どこから出したの？レベッカさん。タラちゃんでーす。B ちゃん。はい。タラちゃんでーす。なんでだよ。出てきた。黒幕出てきた。まっちゃん。はいはい。独房。はい。あ、はい、じゃあ行きますか。はい。おい、厳しいな、俺に。スーさんじゃないの。平泉のスーさんじゃないの、これもね、愛ゆえにですか。愛ゆえか。わかるよ。気持ちが強い気がするんだけどね。はい。飴とムチの飴、たまにだからね、飴ね。そうですね。99% ムチぐらいなんで、今。よし、じゃあ、時間も時間なので、えいちゃんごめんなさいね。すみません、本当に。じゃあ、そろそろ始めましょうか。はい、ちょっと喉、はい、喉を潤して。はい。もう、録画はしているんで。はい、編集はお任せいたします、うん。18時間ぐらいやらなければ大丈夫です。そんなにやりませんよ。じゃあ、どっから始めるみたいなタイミングどっから始めるかっていうのは、任せはい、はい、まずじゃあ自分からいきますんで、うん、うん、この酒場の雰囲気いいですね、うん、ちょっとさ、ごめん、俺どれくらいの、感じで入っていけばいいのかな。入っていかなくても、呼ばれたら行くぐらいの感じでいいのかな。はい、一応ですね、うん、メイン前回同様にメインパーソナリティのチョロマルですで、その後アシスタントのって言ったら出てきて、そこから2人でこう呼吸を合わせる感じで。えボケていいのそこら辺って。真面目にやった方がいいの？お好きにやってください、はいはい、そこは自分も好きにやるので。わかりました。こういう感じかな。だごめん、アイキャッチ行きましょうって、アイキャッチお願いしますたら俺が、うん、さっきの Google 先生にお願いしたらいいんだね。はい。はい。了解です。じゃあ皆さん準備してくださいね。本番10秒前。5、4。はい、皆さんこんばんは。チョロマルです。今日からですね、レッドデッドレディオという番組が始まります。そして、今回そこでパーソナリティを務めさせていただきます、チョロマルと申します。で、今回はですね、自分一人ではなくて、もう一人、ヘルプを呼んでいますので、ご紹介したいと思います。では、どうぞ。アシスタントのレベッカ・ウィリアムズです。はい、こんな感じでね、チョロマルと、はい、二人でやっていきたいと思います。初めてなんで、緊張しています。緊張していますか？はい。すごく緊張しています。はい、大丈夫ですよ。はい、頑張ります。ではですね、早速、お便りを読んでいきたいと思います。はい、では、レベッカさん呼んでもらっていいですか？え私が読むんですか？はい、どうぞ。はい、これね、わかりました。はい、質問が来ています。はい、丸さんに質問が来ています。はい、まずね、どこ住みかちゃんと教えてくださいね。はい、サンドニから、なんだろう、サンドニから、ゆうすけさんから、質問が届いています。はい、何でしょう。はい、チョロマルさんは普段、はい、はい、どんな、部屋着を着ていらっしゃいますか？どんな部屋着ですか？はい、
日によって違うんですけど、動きやすい服がいいですね。スカートはうちの中では履かないですよ。はい。はい、それだけです。こんな感じでいいですか？それだけです。それだけですって書いてありますか？はい、ちゃんとこんな風に書いてありますか？書いてません。嘘です。書いてます。緊張しています。まあでもそんだけ話せれば大丈夫だと思いますよ。はい、すみません。初めてなもんで。こんな感じで、はい。はい。割と今回はゆるゆるな感じですかね。ちょっとギアを上げていってもいいでしょうか。はい。はい。じゃあ、こんな感じで、レッドデッドレディオン、始まりまーす。この番組は、ビッグバレー狩猟組合と、ウエストエリザベス商業連盟会、ゼブラミン警団とグッポーフィルムの提供でお届けいたします。はい、では改めましてチャロマルです。どうも。今日はですね、前回は知っているリスナーさんも多いかと思うんですけれども、オールナイトニッピンの方でね、全4回放送させていただいたんですけど、どうも責任を負えないということで、新たにね、レッドデッドレディオという番組を作っていただきまして、そこでね、好きにやりなさいと、スーパーエグゼクティブプロスーパープロデューサーの B ちゃんから OK いただいたので、今回こうして再び形を成してね、皆さんにお届けすることができたんですね。ドイツの、ドイツのプロデューサーの方ですね。そうなんですよ。ドイツか、まあ確かにドイツですね。すごいめちゃくちゃしてくる。ドイツの。ドイツの何？ドイツのプロデューサーの方ですよね。ゲラの。そう、はい、ミス笑い袋。そうです。これ言うと怒られちゃうんですけど。怒られます。はい、そう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 。うちで抱かれます。叩かれます。まあ、そんな感じでね、今回アシスタントとしてレベッカさんを迎えさせていただけて、はい、すごく嬉しいです。ありがとうございます。はい。でこの後ね、なんと皆さん多分ね、驚かれるんじゃないかなって思う第1回にふさわしいスーパーゲストをお呼びしてますので、はい、後でご紹介させていただきますね。すごい人来てます。それでは。はい、すごい人してすごいですよね。はい、もうそんな話はおいおいね。はい、じゃあもう一枚ハガキを読みたいと思います。ストロベリー在住の、これなんて読むんだろう、これ。ウニコさん。ウニコさん。これウニコさんでいいのかな？うん。じゃあそのストロベリー在住のウニコさんから。ウニコさん。はい。チョロマルさん、そしてレベッカさん。はい。新しいラジオおめでとうございます。ありがとうございます。さて質問です。レベッカさんは、はい、今日のお昼何を食べましたか？今日ですか？はい、ということなんですけど、今日は、仕事から帰ってきてすぐ寝てしまったんで、実はまだお昼食べてないです。食べてないんですか？お昼食べてないんですけども、目の前にですね、今ね、大盛りペペロンチーノがあります。大盛りペペロンチーノ、コンビニで買ってきた大盛りペペロンチーノがあります。コンビニですか？そうなんです。コンビニなんてこの時代にあるんですか？あ、すみません。そういうことですか？あ、なるほどなるほど。こう多分ね、コンビニの存在を知らないリスナーさんもいると思うんですよ。あ、なるほどなるほど。コンビニエンスっていうものがありましてね。はい。ストロベリーにあるんですけど。ストロベリーにあるんですか？はい、ストロベリーの実はですね、はい、雑貨屋さんあるじゃないですか。雑貨屋さんありますね。雑貨屋さんは、はい、実は地下に降りれまして。地下に降りれるの？降りれるんです。地下、はい、へえ。まあそこにですね、まあ雑貨、まあね、上の階で取り扱ってないような商品なんかをこう、例えばどんなの？ペペロンチーノ？そうですね、隣のホテルで作
った食事なんかがあそこでこう軽食として振る舞われているという感じですよね。バイキング形式振る舞われてるんですか、はい、バイキング形式なの、はい、それがコンビニエンスなの。コンビニエンスです。へえ勉強になりますね、はい、そうですね。へえ、ペペロンチーノもそこで作られたのを買ってきたってわけですか。買ってきたというかもういただいてきました。いただいてきたの。いただいてきました。え、もらえるの。もらえて、バイキングだから、ね、お金を払ったら。お金を払ってません。へえ、お金払ってないの。はい、それダメなんじゃないですか。そうですね、ダメですよ。お金は払わないといけません、普段。はい、なるほど、はい、まあ、ウニコさん、ね、まあ、レベッカさんはこんな感じの方でした。で、これからもね、あ、自分のお昼ですか、はい、今日はですね、お肉の塩漬けをパンで挟んで食べました。あ、いいですね。うん、だちょっとしょっぱかったですね。あ、そうですね。うん、あれはでもなかなかあれですよ、塩漬けは刻んで少量をこういただく形ですからね。まあ、多分そのまま挟んで食べちゃったんじゃないですか、チョロマルさん。そのままは挟まないですよ。ちゃんと切りましたよ。本当ですか。はい。じゃあだいぶ塩漬けがきつかったんですね、その塩漬け。きつかったですね。しょっぱかったですね。もうこの質問ぐらいしょっぱいな。それはチョロマルさん、それは言わなくていいやつだと思います。うん、まあ、はい、そんな感じでね、はい、多分リスナーの皆さんも多分期待して待ってらっしゃる方も、ね、どんな人が今日登場するんだろうってワクワクしてらっしゃると思うんですけど、それでワクワクしてますね、はい、実際ね、こうやって今目の前にいらっしゃるんですけど、はい、すっごいお綺麗な方で、いや、すごいです、おしゃれで、すごいです、はい、手振ってくださってます。私、そうですね、じゃあまず早速紹介いたしましょうか。はい、はい、それではですね、サンドニのレアル劇場で、はい、なんと36週にもわたってチケットソールドアウト、はい、でスタンディングオベーションだけではなくて、はい、なんとチケットを取れなかった人たちが劇場の外で、はい、なんと200人ぐらい集まって、すごいですね、はい、ずっとその当日券のキャンセルを待って並び続けていたという伝説の、はいはい、お芝居があったんですね、はい、はい、それのその時の主演女優をさせてしていました方を今回ゲストにお迎えしてきて本当に光栄に思っています。まさか来ていただけるとは思いませんでしたね。ねえ、はい、本当にすごいですよね。では早速見ましょうか、はい、なんとお願いします。セクシーダイナマイトバウンティーハンタービューティーベニー役の紅梅さんです。皆さんどうぞ拍手でお迎えください。どうもお邪魔してます。こんばんはです。こんばんは、こんばんは、こんばんは、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんと今ご一緒にね、あと紅梅さんのマネージャーをして務めていらっしゃいますゼブラさんにも一緒にご登場していただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、こんばんは、はじめまして、ゼブラです。よろしくお願いします。第1回放送おめでとうございます。ありがとうございます。本当に第1回のゲストにお越しいただけて本当に嬉しいです。大丈夫なんですか。もしかしてもう第1回で終わっちゃうかもしれないんですけど、この2人を呼ぶと。すごいね。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。でも本当にすごかったですね。期間中ね、3週間にわたるそのロングランの中でチケットがなかなか本当に取れないお芝居っていうことで有名だったんですけれど、なんとかね、知人のつてをたどって1回だけ見に行くことができたんですけど、ありがとうございます、はい、本当でもね、立ち見の後ろの方だったんで、でもすっごいね、楽しかったです。そう言ってもらえるとすごく嬉しいです、はい、毎回ね、早打ちアクションの敵をバッタバッタと投げ倒していく感じ。ありがとうございます。すごく嬉しかったんですよ。毎回なんかね、戦いながらこう服がはだけていくんですよ。
そう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 、そうなの、ね、本当に倒してたっていう話ですけど、あらわになってく、お腹が見えてくのが多分皆さんに喜んでもらってね。なるほど。そう、うちの購買もブクブク太っていい感じに、ねえ、迷子ね、3度2でね、めちゃくちゃ食べたからね。噂ではゼブラさんが食べさせてるっていう話ですけど。それは育ててますからね、マネージャーとして。大きくなってもらうために、ビッグになってもらうために。そう、この人ね、いつもね、自腹でね、払ってくれるんだよね。ああ、なるほど。そうですね。すごいまあ、無料のところに連れてってるだけですけどね。そうなんですか。無料って言うと、そのさっきのストロベリーのコンビニエンス、うん、はい、ああ、そうかもしれないですね。ビッグバレー、ね、ビッグバレー出身なんで、レベッカさんと私。そうなんです、実は。あ、そうなんですか。はい。実は幼馴染なんですよ。そういうつながりがあったんですか、はい、そうなんですね。へぇ、ゼブラさんはね、ツリーハウスに住んでまして。貧乏だった頃の。その向かいぐらい、リトルクリークリバーを挟んで向かいぐらいに小屋あるんですけど、そこに住んでました、私は。うん、はい、貧乏時代でしたね。貧乏時代でしたね。ビッグバレーの頃は。そこから成り上がって今があるんですよ。そうですね。そうなんですか。うん。三度二で一旗あげて。そうですね。すごいですね。それもやっぱり購買さんとの出会い、そうですね。ビッグな女優になってもらって、本当助かってます。お二人の、はい、出会いってどんな感じだったんですか？そうですね。出会いはですね、やっぱ彼女、何ですかね、今と変わってないんですけど、焚き火の前で私綺麗って言ってたんですよね。あ、この子ビッグになるって思って声掛けさせてもらったんですよ。そういえばそうだったよね。うん、今もね、大物感があってこの子はできるって思ったんですよ。なんかすごいですね。なんかそうですね、この炎を飛び越えてこいみたいな。うん、そうなんですよ。で、まあその時はスルーしたんですけど、さらにビッグなことに、髪型を私と同じ髪型にしてきたんですよ。ああ、そういえばそうですね。うん。懐かしいね。俺はもうスカウトするしかないと思ってお声掛けして。あの時ありましたよね。ちょっと遠くから見るとあの鉄板。そうですね。そう。それがきっかけですね。でも今回はそのお芝居の脚本をはい、なんとグッポンフィルムのグッポンさんが担当してくださったということで、ね、はい、これはなんかさ、グッポンさんは今ブラックウォーター学園とか、そっちの方でこういろいろ注目を浴びてらっしゃる、小銭を稼いでいるみたいですね。はい、新進気鋭の監督さんでいらっしゃるんですけど、いやー、すごかったですね。なるほど、そうですか。あの服がはだけるのもね、グッポーさんのアイデアだったんですよね。はい、ああ、そうだったんですか。そうそうそう、ね。やっぱりお客さんのね、評判がいいっていうことで。こう、内股に隠してらっしゃるじゃないですか、リボルバーを。そうなんですね。それはもう、それ、三丁持ちなんですね、彼は、はい。出して、なるほど。彼いや、コウバイさんですよ、私、はいはい、もうすっごい早打ちで、ね、あれは、リボルバーじゃないです。あ、リボルバーじゃないですか。あ、違います、グッポさんの方のやつです。グッポさんね、はい、グッポさん、山頂持ちですよね。山頂持ちですね、はい、山頂持ちですよね。真ん中に一番ちっちゃい銃を、B ちゃん、B ちゃん、取り入れ準備した方がいい、これね。B って入れてもらわないと止まらないですけど。すみません、止まらないんで。はい。すみません。なんです。なるほど。コウバイさんは、セクシーダイナマイツバウンティーハンター、ビューティーベニーを演じるにあたって、一番ご苦労されたことってありますか？やっぱり、セクシーの部分ですね。はい。そうですね。
なるほど、ね、そこ難しいですからね、セクシーを出すやっぱりちょっと体型的にも、うん、ちょっと見てもらったら分かるようにお腹の方がボインボインですか、出てるっていうこともあって本当に私がセクシーでいいのかってマネージャーとね三日三晩語り合ったよね三日三晩あ、うん、まあでもあのグッポーさんのねオファーで今回そうですね、うん、そうそうそうでグッポーさんが考え出したのがやっぱフックがはだけるっていうことでセクシーを表現するのそうです、ね、っていうことだったんですよ V 破壊あ、じゃあつまりあの、はだけるというよりもはじけるっていうのが正解なんですか？あ、当たってますね。なるほど、コウパイさんのダイナマイティなところではじけていくってことですね、うん、そう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 ですね、そうそうそうパツンパツン、やっぱりこう、敵の弾もちょっとこう、お腹で跳ね返すシーン覚えてます？ありましたね、ありましたね、これ良かったですねねえ、1個目で置いてからのやつ、ね、あそこがちょっと見どころの1つ、うん、そう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 、衝撃を吸収しつつ跳ね返して相手に返すっていうね、そうそうそう、すごい技を出しましたね、衝撃でねやっぱちょっとフックもピリッといっちゃうっていう注目のシーンなんだけど、なんかあの聞くところによりますとその第2弾が早くも決定したということで本当にありがたいことにね、はい、早速もうオファーいただきまして、うん、私の懐も潤ってありがたいです。ありがたいです。また、あの、確かにあれだけの素晴らしいお芝居はそうはないと思いますね。で、なんか今回、その、第2幕の方では、あの、うちのビッグバレー狩猟組合の方から、なんかあの、ライバルが一人参加するらしいという、あの、まだ、あの、誰とは聞いてないんですけど、うん。そこは、アライグマ、うん、まあ、濃厚ですけどね。そこはね、まだね、言えないんですけど、はい、そうですね。いろいろスポンサーとか、絡みがあるんで、まだ、うん。すごく素敵な方ですよね、うん、でも、ね、なるほど、はい。あ、すいません、今、お話、大変盛り上がってるところなんですけれども、ここでですね、一回、あの、交通情報の方を入れたいと思います。はい。はい、では交通情報の A ちゃんさん。はい、A ちゃんです。交通情報。はい、どうぞよろしくお願いします。はい。各鉄道会社は人身事故がありましたが、影響なく平常通り運行中です。ああ、大変ですね。はい。あと、ローズにて馬車と馬車同士の事故のため、上り線が2キロの渋滞。ブラックウォーター3台は PK のため、現在通行止めとなっております。通行止めか。3台2キロって、そこを訪れる際はご注意ください。ねえ、向かい側交通情報でした。はい。A ちゃんさん、ありがとうございました。ありがとうございました。なるほど。じゃあ引き続きですね、あの天気予報の方、いつもはあのラムさんにお願いしているんですけれども、ラムさん今日ね、あの出張ということで、そうですね、でもはい、今日は誰が行っていますか？よろしくお願いします。やあみんな、こちら現地ビッグバレーからビッグバレー狩猟組合の寝不足族に代わりネズミマースがお天気をお伝えするよ。前線の影響を受けて今は快晴だけど午後から雨天になりそうなんだ。シャン山の登山は規制される予定だから登っちゃダメだよ。気温については今僕に懸賞金がかけられててね、期待することができないんだ。今のところ出頭するつもりはないよ。じゃあまたね、ネズミーマースでした。はい、ドクさんありがとうございました。ネズミーマースですからね、一度ネズミマスか、そうだね、うん、ネズミマスか、うん、難しいところ、難しいところ、いや、うん、いろんな著作権的なことがありまして、あのネズミマスとさせていただいてます。まあいい感じですね、はい、じゃあ、 あの一旦ですね、アイキャッチを入れてから後半戦に入りたいと思います。はい、 Red Dead Radio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 。はい、そんなわけでいよいよ後半戦に入ります。今日はですね、早速あの大女優のコウバイさんにお越しいただいてますので、なんと少しお芝居をみんなでチャレンジしてみたいなと思っております。で、それにおいてあのどういうシチュエーションにするかっていうのを今からちょっとお話をして軽く決めたいなと思うんですけど、
とせっかくなのでコンバイさんには、うんうんうん、セクシーダイナマイツビューティーハンター、違う名前忘れました、ごめんなさい、ビューティーハンタービューティーレニーでーす。そうです、はい、セクシーダイナマイツバウンティーハンタービューティーベニー役をそのまま演じていただいて、はい、今回マネージャーさんのゼブラさんとで、アシスタントのレベッカさんと、はい、あとはチョロマルで何かしらこう役を決めてちょっと小芝居したいなと思ってるんですけど、うん、はい、じゃあ今酒場にいるので、シーンは酒場で、あ、はいはい、で大丈夫ですか、ね、役者じゃないですけどみんなでやるんですよ、だから面白いんじゃないですか、すいません、なんかね、じゃあまずミュージシャンだったんですよ、まず酒場の店主役を誰がやりますか。あ、じゃあ私がやりましょうか。はい、じゃあレベッカさんが魚、はい、あの魚じゃない、酒場の大丈夫か、酒場の店主役でね、そう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 。じゃあ、あのゼブラさんは何やりますか。何があります。観客か無法者かだと思うんですね、シチュエーション的には。なるほど、ですか、観客じゃないですか、じゃあ観客ですか、じゃあ、はい、無法者をじゃあチョロ丸がやりますね、はい、よし、はい、かかってこーい、あの全部アドリブですからね、はい、はい、いいですか、お願いしますよ、はい、で、あの銃撃戦は口でバンバーンとやりましょう。銃撃戦があるんですか。あります、あります。あ、なるほど、はい、あ、じゃあちょっとシチュエーションですけども、まあサッカーパーあれですね、西武、まあ今の時代のあの酒場でよくあるあの無法者たちの喧嘩みたいなことですね、うん、そうそう、そんなシチュエーションでいきましょうか。なるほど、はい、俺が助けてもらうやつですね、はい、助かるかどうかはアドリブしたいんですよ。なるほど、なるほど、はい、じゃあいきますよ、はいはい、はい、あれ何扉っていうんですかね、これ両手でバーンって開くやつ、何扉っていうんですよね、うん、観音扉じゃないですか。観音扉なのかな、まあ、とりあえずその扉をね、うん、バーンと開いてチョロ丸登場です、うん、で右手には銃を構えている。そのままカッツカ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 とカウンターに来て、マスター、マスターお酒一杯ください。おい、うちではミルクを扱ってねえぞ、買えんな。そんなこと言ってないでしょ、まだ小芝居する、小芝居、バーテンと、すいません、意外と私は、おう親父、はい、おう親父、何でしょう、話を聞かねえとお前お尻の穴が2つに増えるぞこの野郎。もともと2つあります。え、マジマジか。確認してください、もともと2つあるんです。そんなケツ見たかねえんだよ、なんかいろいろ漂ってくるじゃねえか。お客さん酒が飲みたいんでしょ。金はあるんですか。酒も欲しいだよ。いや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 、この銃見ろよ、この銃、ピッカピカに磨き上げられた俺のキャトルマンを見ろよこの野郎。そんないやらしいものを見せつけないでください。痛い思いしたくなかったらな、極上のベーコンとウイスキーを出しやがれ。うちはベーコンは取り扱ってませんけども、新鮮な豚肉ならありやすぜ。おう、じゃあそれでいいぜ。それでいいですかい。おう、いいぜ。おい、そこの観客、お前だ、お前。はい。おい、私ですか。何さっきからジロジロ見てんだよ。お前のそのメロンの、メロンにぶら下がってる真珠のネックレスも置いてきな。メロンにぶら下がった二つのメロンの話をしてやすぜ。私のおっぱいっすか。胸にぶら下げてる二つのメロンの話をしてやすぜ、あの旦那。あ、私の股間にももう一本入ってますけど。お客さん、下ネタやめてください、この店じゃ。いいからとっとと出しやがれ。ほら、お前、お店主、お前もだよ。すいません、酒早く持ってこいよ。旦那すいません、酒をうちからおごらせていただきやすんで落ち着いてください。おごらせるとかじゃなくて俺は奪いたいんだよ。どっちほら早く持ってこい。ほら、あと豚肉も早く出せこの野郎。すいません、
ところで隅っこの方に座ってるあの姉ちゃんはなんだあれ。あ、うちの肉です。に うちの肉です。肉、うちの肉です。今から旦那が肉が欲しいとおっしゃるんで今からおろしやす。いやごめん、あのその肉はいいや。いらないって言われましたね。うん、ウイスキーボトルな、ボトル、ボトル、はい、お何笑ってんだこの野郎。おい、俺のキャトルマンが火を吹くぜ。旦那、そのキャトルマンを収めてください。酒をおごらせていただきやすんで。バカ野郎、俺のキャトルマンはな、収まるところを知らねえんだよ。旦那のキャトルマンをお願いしやすから収めてください。バーン。おいおい、次は当てるぞこの野郎。当たりました今。あそこのデカメロンもおとなしく座ってるよ。ケツの穴が3つになりやした。おい、そこのお姉ちゃんよ、何笑ってやがる。あんまりひどいもんね。本当にひどいな。まずな、キャトルマンがもうそれにしか聞こえなくてな。キャトルマン、ゼブラさん違いやすぜ。お前キャトルマンですぜ。キャトルマンだぜ。キャトルマン、キャトルマンです、ね、俺のキャトルマンも出すネイティブなんだよ。キャト、俺のキャトルマンは、うちのキャトルマンはもう出てやすぜ旦那。そろそろ B ちゃん止めないといつまでもキャトルマンになっちゃいますけど。おなんだ今入ってなんだ。ここにはお前客2人と亭主と俺しかいないはずなのに、どういうことだよ。真ん中のキャトルマン出し始めますぜ。ちょっとあんまりね。ああ、おい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 、困らせないであげてもらって。主役を出す。お前ら俺が怖くねってんだな。上等だこの野郎。旦那のキャトルマンは怖いですぜ。まあ確かにこのキャトルマンは可愛いけどさ。上等だこの野郎。俺表に出ろ。ちょっと待ってください。早打ちで勝負だ。あれ、私がですか旦那。このそこの姉ちゃんに決まってるだろうが。どういう関係で終わったんだ。どういう関係で今巻き込まれたんだ。巻き込みで。まあこの店主にはいつもお世話になってるから、私が代わりに相手してあげてもよくってよ。相手してやってくれ。ベニーだと。このお腹に見覚えない。すいません、あの豚肉はいらないんです。一流の女優だな。それ切れるとこだ、切れるとこだ。このお腹の肉に埋もれた私の銃、見覚えがないかしら。見えてるからな。内股から出たそのリボルバーは。そう、私の愛銃よ。旦那、悪いことは言いやせんぜ。尻尾を巻いて逃げ帰った方がいいんじゃないですかい。うん、そうする。かわいい。終わりじゃん。かわいい。覚えてやがれとかじゃねえんだ。もうそうする。かわいい。めっちゃ、いやだ、めっちゃ中学生、めっちゃ中学生が頑張って生きてたじゃん、もう完全に。頑張ったな。だってさ、ミルクをお飲み、お嬢ちゃんミルクをお飲み。ゼブラさんもレベッカさんもちゃんとやる気ないんだもん。もうキャトルマンが、キャトルマンが面白すぎやすい。俺のキャトルマンも、俺のキャトルマンも黙っちゃいませんぜ。ああ、まいった。本当どうもありがとうございました。いや、やっぱりでもさすがに、かなりかわいそうでしたよ。購買さんの入ってき方すごかった。そうね、この中に、なんとやってたね。この中に見覚えない。そう、初対面なのに、初対面なのに見覚えなんかないんだよ。いや、もう噂言いたかったんだけど、ね、ベニーのお腹つったらもう
このクリアで有名っていうことでしょ、だから有名なんですね、名前は聞いたことがあるっていう。この時代にこれだけ太ってる女っていうのもね、あんまりいないっていう設定で、うーん、させてもらってますよ。なるほど、なるほど。でも全然太ってるように見えないんですけどね。着痩せするんですよね。これはコルセットのコルセットですか。がっちりコルセットで縛り上げてんで、紐とロープと、あとなんだろう、チャーシューじゃねえか。やめこのフリルに見えるのも実はヒダヒダになったお肉っていう説が。待ってください、今ね、はい、すっごいコバイさんのファンの方もいっぱい見聞いていらっしゃいますので。あ、なるほど、なるほど。いやいや、もうデブ戦がファンですか。ああ、なるほど。やっぱね、みんな結構缶詰くれるんだよね。そうだね。もっと太れ、缶詰ですか。そう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 。好きな缶詰は何です？あ、好きな缶詰はアプリコットの缶詰って言って。アプリコット甘いな。そうそうそう。なんですよね。なんかね、メキシコからやってきたっていうタクっていう人がね、よくアプリコットの缶詰を差し入れてくれるんですよね。なるほど。これは実はファン向けのあれなんですけど、本当は肉詰めが好きなんですよね。肉詰めの缶詰が。なるほどね。なるほど。マグロでした。ファンにはやっぱり可愛く可愛く言わないといけないんですけど。そうですね。プロフィールにはアプリコットの缶詰って書くってことですね。そうですそうです。実際は肉詰め缶詰を。そうなんですよね、うんうん、やっぱ一日、うん、ね、一ダース一ダース、うん、ダースって久々に聞いたけど、いいね、すごいね、すごいですね、うん、あ、が、でもガロンじゃないだけまでいいですよね。うん、ガロンは酒で飲みますからね、うん、ガロン、そうなんですか、ビールとかガロン飲みですか。うん、ガロン飲みですね、もう樽飲みですわ。肉だけじゃないんですね。すごいですね、やっぱり女優としてね、この体を維持するのが仕事の一つっていうところがあるんですよね。さすが勘違いで、私可愛いっていうだけありますもんね。あーね、抜かりはないよ。なるほど。ところで皆さんは、今日の挑戦はもうお済みになりましたか？今日の挑戦？そう、デイリー。そうですね、今荒野で、うん、流行りのデイリーチャレンジですね。あ、流行ってるんですね。はい、そうそうそう、結構ね、皆さん頑張ってやってらっしゃる方いると思うんですけど、うん、この中でね、デイチャレってやばいギャングの、あ、いますね、横さんってリーダーの方ですよね。へえ、とりあえず今日の挑戦の情報を、はい、スーパーエグゼクティブパーフェクトプロデューサーの B ちゃんさんに今日は紹介してもらおうと思います。はい、うん、なるほど。はい、B ちゃんさん、流行り、最近の流行りを、はい、はい、今日の挑戦の中で、はい、なんか注目している挑戦は何か一つありますか？そうですね、今日の挑戦は比較的そんなに難しいものではないかと思われるんですが、はいはい、一つですね、一回床屋で願望アップデートしたっていうのがございます。はい、願望ですか？はい、これはですね、よくメイクを変えたりされる方もいるかと思うんですが、一番簡単なのは歯を変えていただくことですね。歯ですか？はい、健康な歯から、ボロボロな歯、そういったものに変えて、女優は歯が命ですよ。そうですね、変えていただいて、ま、その変えていただいた後またすぐに戻していただければ結構かと思われます。はい、ちなみに今日ビーターンさんはどういう歯にしたんですか？あ、今日は私ボロボロの歯にさせていただきましたね。はい、そのままですか？あ、健康的な歯じゃないですかね。はい、そのままです。即座に健康的な歯に戻させてはいただきましたけれども、うん、とても今はい、人前に出れるような針はなっておられ、いなかったのですぐ直しました。はい、はい、なんか奥歯の方がなんかキラ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 光ってますけど。あ、いや、これは
なんですかね、虫歯に当てがった金歯ですね、あの無法者から、ね、あのもぎ取った。あ、なるほど、もぎ取りましたね、はい、もぎ取って移植したんですか。そうみたいですね。あのちょっとね、この間虫歯が痛かったんで、あの、うん、変えとこうかなと思って、あのね、金歯のストックは皆さんやっぱり持ってらっしゃるかと思うんですけども。そうですね、はい、その辺の転がってるおじさんから拾って、はい、そうですね、そうですね、うん、もう全部の歯を金歯にできるぐらいは持ってますよね。なるほど、なるほど。1羽のフクロウの羽をむしったっていうのも今日あるんですけど。はい、ございます。これはどこら辺行ったら捕まえられますか。あ、そうですね、まあ、大体ですね、こちらはフクロウっていうのは昼夜問わずいますけど、夜の方が、はい、飛んでるのを見かけやすいんですけども、はい、居場所はですね、まあ、大体、一番よく見かけられるっていうか、取りやすいっていうのは、ウェストエリザベス州の北側、つまりストロベリーの上側に当たります。はい、つまりビッグバレーですね。はい、ビッグバレーの当たりで。ビッグバレーですね。故郷ですね。そうですね、我々の故郷です。ビッグバレーですね、バレー、バレー。はい、ビッグバレーでございます。はいはい、こちらですね、朝鮮の方ではフクロウという表記になっておりますけれども、実際飛んでいるのはミミズということで。はい、ミミズくんもいいのですか。はい、ミミズくんも厳密に言いますとフクロウ目の、うん、はい、鳥なんで、要するに同じなんです。あ、まあ、ミミズくんとフクロウの違いって、はい、耳みたいにこう羽が出てるか出てないかですよね。そうです、そうなんですよ。でも、中にはね、耳の出てないズクのついたフクロウもいるんで、まあ、厳密に言うと、まあ、一緒なんですよね。明確な違いはないということです。ですので、中にはちょっとわからない方は、フクロウいません、ミミズクならいますっていう方もいらっしゃると思うんですけども、うん、こちらはミミズクで間違いありません。なるほど、なるほど。ありがとうございます。はい、つまりは取れたらラッキーってことでよろしいね。なるほど、ありがとうございます。ピーちゃんさん、ありがとうございました。はい、以上です。ありがとうございました、はい、ところでドックさんってまだ現場にいますか。あれ、ドックさん、ネズミ、あ、ネズミ、ネズミ、現場のネズミ、ヤーミーだ。あ、いた、元気かい。今どこにいるのかな。今はちょっと国に追われているよ。やべえじゃん、圧殺される。ちょいちょい追われますね、あのネズミ。お金払って楽になった方がいいんじゃないですか。僕は負けないよ、負けないよ。そうですね、骨も残すなよっていう名言がありますもんね。そうだね、よく覚えていてくれたね、うん、気に入ったんだけどね。そう、なるほど。じゃあ、まだまだ元気に逃げ切ってくださいね。ありがとう。うん、じゃあありがとうございました。バイバイ。バイバーイ。そっか、さて、そういうわけで今日はコウバイさんゲストにお越しいただきまして、たくさんこうね、小芝居まで拝見させていただけてよかったですね、レベッカさん。はい、本当に憧れの女優さんだったんで。そうですね、その中を生で見る。マネージャーさんのゼブラさんの巧妙な悪巧みで、なんかちょっとアラの方向に導かれてるような気も。すいません、キャットルマンが、キャットルマンが火を吹かして、すいません、火を吹かざる。うちの方から告知らしいですかね。はい、どうぞ。大丈夫ですか。ゼブラ劇団から、やっぱり女優だけじゃ今後どうなのかなと思って、もっとビッグになりたいんですよ。なるほど、ビッグになっても、はい、でっかいゴジラみたいになってサンドニーをもう壊したいんですよ。ああ、なるほど。そうするためには女優だけじゃいけないと思うんで、はい、もう歌を出そうかと思いまして。ああ、なるほど。実はですね、はい、密かに CD をファーストシングルを出したんですよ。レベッカさん、レベッカさん、レベッカさん、はい、
はい、CD って何ですか？レベドクさんに対抗してるんですね。CD って何ですか？CD ですか？レコードですね、レコード。はい、あ、レコードですか？あの蓄音機の方では蓄音機の中に差し込むと、あの音が流れる。差し込むの？音が流れるの？システムが今開発されてる。サンドにすげえっす。そうなんです、うん。都会ですからね。そうです。でですね、これまたちょっと厄介なことが起きましてですね。はい。大人の事情でですね、はい、サンドニーでは販売できないんですよ。大人の事情で？はい。おお。うん。で今回タンブルウィードのみで販売しようかなっていう。タンブルウィードのみですか？随分派手で販売されますね。そうなんですよ。なるほど。まあ大人の事情なんで。大人の事情ですか。うん、で今回ファーストアルバム生で歌っちゃうか。あ。え？歌っていただけるんですか？大丈夫ですか？告知の？待って、告知、これラジオ告知ってお金かかってありますかね？いや大丈夫。あのそこら辺はあの、はい、大丈夫です。あのうちのあのスーパーエグゼクティブ、うん、パーフェクトプロデューサーの B ちゃんさんがポケットマネーで何とかしてくれるんで。わかりました。じゃあやります。はい。歌うの？歌うの？歌います。タイトル教えてもらっていいですか？タイトルはですね、いろいろ大人の事情で、はい、仮なんですけど、はい、仮になっちゃうんですけど、はい、大人の事情なんですよ。はい、大人の事情で。アナ雪2です、ね。アナ雪2。ああ、なるほど。ファーストアルバムなのに、アナ雪2です。ああ、なるほど。で、デーズニーさんからの。あれですね、あの大人の事情、ね、そうですね、なるほど、なるほど、いいですね、うん、じゃあうちのネズミともちょっと近いところがありますね。そうですね、はい、なるほど、近いですね。なかなか私も追われる立場になるんで。そうですね、サンドニーでは発売できないんでタンブルウィードで発売しようかな。そうですね、はい、西の果てであれば、はい、お時間もだいぶ押してますので早速あのお聞かせ願えますでしょうか？じゃあじゃあよろしくお願いします。サビの部分だけちょっと歌わせてもらって、はい、それで後で覚えてくよお前。よろしくお願いします。はい、じゃあお願いいたします。ほらお願いしますよ。はい、はい、じゃあ例のあの、うん、女行き2のテーマ曲、うん、そうですね、今後ちょっと題名を変えていきますんで、はい、いろいろ著作権とかいろいろ大人の事情があるんで、はい、あとじゃあ大人の事情があるんで、うん、ワンフレーズだけ一瞬ね、うん、ちょっと歌わせていただいて、はい、私たち後で覚えとけよ、帰ると思うんで。そうですね、お願いします。はーい、はい、はい、じゃあ早速よろしくお願いいたします。はい、行きまーす。道の旅へ踏み出せと。いよいよ、いつも通り。道の旅へ。もっと高い声。入った、この辺り。ちょっと、あんまりちょっとね、ちょっと私たちも国から追われる立場になるかもしれないね。そうですね。若干ね、今後、少なめで発売してきますんで、ね、皆さん、ちょっとタンブルウィードまで買いに来てください。よろしくお願いします。お願いしまーす。あとでこいつ締めとくんで、よろしくお願いします。なんか、ダブルウィードに買いに行ったら、デブラーさんがぶら下がってそうで怖いですね。いや、大丈夫です。大丈夫です。そこは上手にかわしますんで。なるほど。では、あの、ね、あのもしご興味を持たれた方はぜひタンブルウィードまで、うん、あのファーストトラベルするなりね、歩いて行かれるなり頑張って、店では売ってないんで手売りしてますんで探してください。私、はい、手売り、よろしくお願いします。あの手売りなの、うん、すごいな、はい、うん、ゼブラ人形団で手売りしてますんでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。頑張って、あの自分も買いに行きますので頑張ってくださいね、うん、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。はい、今日はあのコーバイさんとそしてマネージャーさんのゼブラさんに来ていただきました、はい、どうもありがとうございました。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 覚えてるよ。まさか仲間に無茶ぶりされるとは思わなかったのね、きっと。結構なあの自分もそこまではやんないなっていうレベルのツッコミを、もうだって、ね、すごかったです。
小芝居でだいぶぶっ込んだところあったの。これ終わったの？あ、まだちょっと続いてるんで、あの、はい、しでお願いします。はい、はい、なるほどね。あの、そんなわけで、この波乱のままね、30分って言ったのに結構押してしまって、 A ちゃんさんも本当ごめんなさいね、はい、本当にね、あの、かかってますね、本当にごめんなさい、はい、どうしようこれ、うまくあの後で編集してくださいね、レベッカさんね。無理ですね。うん、それはちょっと分かる気がする。消えるとこないです。こんな感じで、ね、なんかこう、第1回目からなんか、うん、そうですね。このグデグデ感が次どうなるのかっていう心配事もありますけど、いや、まあでも初回ですからね、2回目になってくると、ね、こなれてきて、たぶんまた、そうですね。かなっていうところがあるかもしれないですね。はい。はい。そんなわけで、あの、次回のゲストはですね、なんと、はい、今回のあのセクシーダイナマイツ、はいはい、バウンティーハンタービューティーベニーさんの、はい、あの脚本を手掛けた、あ、はい、あの方ですね、はい、グッポーフィルムの、はい、あの方がゲストに登場していただけるようです。はい、もうグッポーフィルムって言ってますから、ね、ね、はい、そうですよね、あの方ですね、この番組も、はい、提供していただいてるので、なかなか、はい、またね、どういった話が、ね、あの方とはちょっと別に知らない中でもないというところもありますからね。そうですね、うん、はい、どういう話が聞けるかまた楽しみだなと思っています。そうですね、はい、次回はね、きっかり30分守りましょうね。またあのこれ多分後で B ちゃんに怒られるパターンなんでね。そうですね、でも私もやっと今頃になってやっと緊張が解けました。はい、あ、そんな感じでね、また皆さんとお会いできる日を楽しみにしております。はい、ね、また聞いてくれると嬉しいです。それでは、はい、パーソナリティのチョロマルとレベッカでした。ありがとうございました。レベッカさん、協定お願いします。はい、この番組はビッグバレー狩猟組合とウエストエリザベス商業連盟会、ゼブラ民経団、グッポーフィルムの提供でお送りいたしました。バイバーイ、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかね、振る相手が多すぎて、小芝居するなんて聞いてない。小芝居はダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ。だいぶ脱線がすごかった。っていうかさ、ちょっと待って、ちょっと待って、言わせてくれ、言わせてくれ。お前最初のなんだよ、お前。お便りを読めみたいなやつ、お前。いや、なんかね、緊張が伝わってきたからさ、ここであのちょっとほぐそうと思って。ほぐれねえわ。あれで緊張したんだよ。だね、難しかったね。何かくれよ、最初に。ちょっと、今日行きますから、なんか用意しておいてください、みたいな。でも、俺は、ミッションクリアしたよ。クリアしたね。購買に歌わすっていう。何だろう、何だろう、何だろう、何だろう。今日の挑戦です。今日の挑戦で。今日の挑戦。購買レベッカさん、シーちゃんさんがトイレ行ってる間に、購買に歌わすっていうのを明言したんだわ。マジで知らないよ。そうなんです。楽しみでした。ありがとう。今挙げた名前の人以外は知ってるってことだったんだね、じゃあ。知ってたんだ。そうそうそう。知ってたよ。そう、急にさ、なんか歌わすみたいな話になって、と思って。CD デビューした。そう。じゃあ、ずっと考えてたんや。こいつがさ、ラジオに無理やり俺を誘うからさ、何かやりたいなと。ああ、なるほどね。小林さんだけだと思ったら巻き込まれたから、そういう感じだったんですね。そうですね、大成功ですね。いや、でも、アナ雪2って言ってもらってよかったわ。まあまあまあ。歌える曲がいいかなと。私たちみたいな歌になるところだと。無から生み出すのじゃなかったから、よかったね。レベッカさん、レベッカさん。アナ雪2使える放送に。ねえ、きついよね。音楽は流さなきゃ大丈夫だよ。あ、そっか、生歌は大丈夫か。じゃあ今度、ドクさんにも歌ってもらおうかなんかね。そうだね、ミッキーね。ミッキーはすごい。いや、無理があるだろ。
それがもういよいよあれあれだね。ウェルカムトゥージャパン歌ってもらおうよ。じゃあやっぱり、ね、俺それ完成形を知る。ウェルカムトゥージャパンからのアイラブユー歌ってもらおうよ。じゃあアイムフレンドリー、ドクさん、ドクさん、アイムフレンドリー本当に涙出るからやめた方がいい。アイムフレンドリー、アイムフレンドリー、アイムフレンドリー。あれね、聞いてる方すごく辛かったですよね、これ。やべえの振ったな。ドクさんの方もだよ。ドクさんの悲壮感ひどかったよ、あの歌の。いや、だいぶだろ、あれ、だいぶ。フレンドリーズ。いやいや、俺、助けてくれってひたすら言ってたの。ちょっとトイレ行ってきます。はいはい。いってらっしゃい。なんか、あの、個人的にはね、小芝居もっとしてほしかったんですよね。いやいや、もうちょっとだから、入る隙がないし、むしろこれ、しーちゃんを助けに行った方がいいのかなって。ごめん、あのね、俺とゼブラさんで盛り上がりすぎたとこあったね、小芝居。キャトルマンが面白くて、俺のキャトルマンがキャトルマンがね面白かったもんですから。だって悪党はキャトルマンですからね。女優をそっちのけでマスターとね観客がだいぶ盛り上がってたね。すいませんね、なんかね、客がね、なんかこうなんかお酒捨ててたし、みーちゃん。あ、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